師がお送りする初めておうちでクッキング、今日も大学生のゆうきくんと一緒にスタートです。今日は調理に欠かせない計量スプーン、計量カップ、スケールの正しい測り方について一緒に学んでいきましょう。はい、頑張ります。あれ、甘みが少し足りないようだ。小さじ2で分量通りに測ったのに、なんでだろう。計量スプーンを使うのは関心ですね。でもこれは小さじではなく小さじ2分の1ですよ。計量スプーンには大さじの 15ml、 小さじの 5ml、 そして先ほどゆうきくんが使っていたこちらが小さじ2分の1の 2.5ml になります。一番小さいこれが小さじだと思ってた。だからうまく計量が合わなかったのか。それでは今日は正しい計量の仕方について一緒に学んでいきましょう。はい。まず計量スプーンを使う際に注意することは、このような小麦粉などの粉物を測るときと、水や醤油などの液体を測るときでは測り方が違うということです。それでは早速粉物から測っていきましょう。はい。まずは大さじ1杯測る場合は、ふんわりとすくった後、ふんわりとすくった後、このようにすり切ります。うん、ふんわりすくってすり切ると。 OK。 はい。大さじ2分の1の場合は、先ほどのすり切った後に半分かき出していきます。はい、半分ですね。はい、そうですね。はい、完璧です。次に大さじ4分の1の時には、半分かき出した後にそこからまた半分をかき出します。はい、さらに半分ですね。はい、はい、完璧ですね。小さじも測る場合は同様になります。次に醤油などの液体の測り方です。実際にまずは計量スプーンで測っていきましょう。はい。液体を大さじ1杯測る場合は、スプーンを水平に持って表面張力で盛り上がるぐらいまで入れます。縁ギリギリになってしまうと、それぐらい盛り上がっていないとちょっと少なくなってしまうので注意してくださいね。このぐらいかな。ちょうどいいですね。次に大さじ2分の1杯を測っていきます。はい。大さじ2分の1杯を測るときは、目盛りのない大さじの場合は大さじの7分目くらいが2分の1杯の量になります。はい。スプーンの半分くらいだと少し少ないので注意してくださいね。このぐらいかな。そうですね、もう少し減らしてもいいかもしれないですね。はい、少し減らしますね。はい。このぐらいでどうですか。そうですね、だいたいそれぐらいかもしれないですね。次に大さじ3分の1杯を測るときは、スプーンの半分ぐらいを目安に測ります。はい。このぐらいですかね。はい、小さじで測る場合も同様になります。計量スプーン以外にも 200ml の計量カップ、デジタルばかりなどで測ることもできます。計量カップを使う際に注意したいことは、必ず水平なところに置いて使用すること、そして必ず真横から見ながら測るようにしましょう。そして粉物を測る際には、このようにギュギュッと押し付けないように注意しましょう。ここで注意点です。水と醤油などの調味料とでは
大さじ1杯の量が違いますので注意してください。測り方についてしっかりと分かりましたか？しっかりと測ることができれば毎回味が違うといったことや味が濃ゆすぎるといったことがなくなります。美味しい料理を作るためには正しい計量は欠かせません。はい、わかりました。初めておうちでクッキング頑張って挑戦しましょう。